そうコーライブ回想録勝手な思い込み決めつけってのは良くないなっていうのとあとさすがハイスタンダードだなと思ったというような話ですどうも関西で喋り手などをしておりますソウコーといいますソウコーライブ回想録10公演目の今回はハイスタンダード2017年11月4日ときメッセ 新潟コンベンンンベションセンターです前編ですもう最初に前編後編2回に分けてお話しすると決めます。いやというのもですね僕ハイスタンダードの活動休止前のライブっていうのは一回も行けず行ったことがなくでて活動再開してから奇跡の。 ニューアルバムリリースザ・ギフトをリリースしてのツアーで見れたなんていう喜びがありますので1回では収まらないかなと思い前編後編2回構成にさせてもらいますがどうか2回ともお聴きくださいよろしくお願いしますお付き合いくださいさあそのハイスタンダードザ・ギフトツアーなんですけれども多くの方がね 新しい音源出た時もびっくりしましたしアルバムを届けてくれて本当に嬉しかったと思うんですがそれがやはりね、あのー、ツアーのチケットの争奪戦からもひしひしと感じ取れましてまあとにかく速感でしたね。あのー 全くチケット取れなかった選考とかあのいろんな何回かに分けてチケット取れるチャンスが用意されてたと思うんですけどももう全てダメでしたそこで公式のリセールのサイト行けなくなった人がチケットを売買するというサイトこれをですね諦めずにくまなく しつこくチェックしておりましたらなんと出ておりましてゲットしたのが新潟での公演ということで僕は関西大阪在住なんですけども新潟まで遠征しようと思いましたのがまずハイスタンダード難波さんの地元であるというのも一つ地元ならではのね 意気込みまあどこの公園だからって差はないとは思うんですけどもでもまあ地元っていうのでよりなんか特別な感じもあるかなっていうような期待とそしてこのザ「ザギフトツアー」では必ず台盤がおりましてまあそれまでもずっと台バなしでライブって いいうのはななかかったんじゃないですかねハイスタンダード必ずこうやっぱいろんな仲間をねみんなに知ってもらいたいっていう思いもあるでしょうしその相互関係でなんかねライブを盛り上げたいというかそういったこともあるんじゃないかなと思うんですが今回は。 名優の同志的なバンドももちろんハワイアンシックスとかブラフマンとかそういったあたりも対話になっておりましたが結構まあハイスタに憧れた次の世代また次の次ぐらいの世代もですかねフォーリーミとかもかなそういったところもこうより引き上げたいっていうようなとこもあったりチャンスを っていうまあもちろんねもうその「ハイスタ」のツアーの大盤に選ばれてる時点で頑張ってきたっていうことはあると思うんですけどそんなご褒美じゃないですけどもそういうね大盤に選ばれたバンドにとっても光栄なことだと思うんですがヘイ・スミスが新潟公演に一公演呼ばれておりまして僕本当にヘイ・スミスの初期の頃から。 大好きで同じ関西大阪ということもあるんですけどやっぱりこうハイスタンダードのなどの意思を引き継ぐバンド何度かねブログや自分のラジオ番組でも言ってたりするんですけども「ザ・ブルーハーツ」にリアルタイムで間に合わなかったり僕のようにハイスタンダードの活動休止前のライブとかには行けてない。 そんな人間にもこの時代にはヘイ・スミスがいるじゃないかと思えるほどのやっぱ DIY でパンクロックの魂を受け継いでるアティチュードのあるバンド、まあこれからのもう随分ね引っ張ってきてますけどもパンクロックシーン 日本のロックシーンをこう背負っていくようなバンドだとずっと思ってるんですけどもケンさんもねそのヘイ・スミスの中心メンバーの猪狩君についてこの新潟公演が終わった後のインスタでしたかねでやっぱ猪狩とはなんかこう通じるものがある言葉がなくてもなんかこうお互いこうあの通じ合ってるそしてヘイ・スミスがメンバーチェンジをした時にもケンさんは あんまりそういういいいこと言わないらしいんですけども絶対止めるなとこうそういうような助言もしはったというようなそういった関係もありこれはやっぱり新潟公演見れたらなというのもあってリセールに出ていたチケットを運よくゲットできましてそれもですねあの C ブロックってなってたんですよ。ブロック かと今までの自分のそういうホールとかアリーナでのツアーの経験上ですねえ研さんの武道館見た時も大きく前は ABC と分かれててその時も僕 C ブロックやったんですけどまあ一番最善のブロックやけど右端ということでもしくは縦型としても縦にまあ横に広くアルファベット順で a B、C にしてもまあまあまあ何ブロックまでアルファベットあるのかわからないけどまあ ABCD までだったら後ろの方ですけど D までってことはないだろうしコンベンションセンターかなりの広さ1万人ぐらい入るんですかねまあそういったところだったらまあね中央ではないかもしれないけども端っこの方かもしれないけど。 前の方ではないかなと勝手に思ってですね。あの、新潟に行ったわけです。もう。なので、そういう準備というか、あの自分が今まで前方のブロックでね。もう。もみくちゃになる。ライブでの経験をフルに生かして。もうその心づもりで。 まずね脱水症状にならないようにこう水分の準備であったりあと当時の携帯はこう防水ではなかったので脱水状態え水没状態にならないように携帯が水脱水っていやねんっていう話ですがえ携帯が水没状態にならないようにジップロック入れたりですね。でも絶対 ライブ終わったらそういう前の方のブロックでもみくちゃでモッシュの中で見たらもう T シャツの汗が絞れるほどになるのは予想できたので11月4日これはもう風邪をひかないようにですね着替えもいるなとただでもライブ見る時にね荷物はもう極力少なくというか大きな荷物はあの預けて。 まああの薄いこうなんか背負うものとかの中に最低限携帯とかそういったチケットとかそういったものを入れて持つというようなことで軽くしなきゃいけないので薄手のでも長袖の着替えなんかも仕込んでですねこれでバッチリだと。 いうようよな準備もしてですねまあ深夜バスで大阪から10時間ぐらいですかねかけて朝9時ぐらいに着いてねえまあ,あの今回も同様にライブ始まる前の話グッズの話などから行かせてもらいますけれども朝9時ぐらいに着いてその日は。 土曜日で6時開演だったんですが5時開場かまあ時間はめちゃくちゃあるんですけどとにかくやっぱ一回会場を見に行こうというのはグッズどうだろうなと2017年なので今から6年前ですかですがまだやっぱコロナ前コロナ後でガラッと変わりましたねそのやっぱ あの密っていうこともあってかグッズ並ぶ列もね密になりますからそういったことでコロナ禍後は通販でも結構売ってくれるようになってそれは非常にありがたい変化だなと思うんですけどまだこの2017年の時点ではあの後でグッズ買えるというような感じではなくてやはり当日並んでが主流だったように覚えてるのでとにかくまず その初めて行くきメッセ新潟コンベンションセンターというところに行ってみようと市内の中心地からは歩いていけないことない距離でしたけども結構ちょっと離れてましたかねまあそこまで行きまして10時ぐらいに会場に着いたらやはりもう長蛇の列ででグッズの先行販売が ハイスタンダード10時からの予定ということであちょうど着といてよかったななんていうことでまあ1時間ぐらい並んで買えましてこの時はねあのハイスタンダードのコーチジャケットですかねを買いましてまあそれでも11時とかお昼前なので5時開演まで時間が 残されてたっぷりあるわけででねこの日があの着いた時には雨降ってなかったんですけども新潟着いた時にはその会場に着いた辺たりからもすごい土砂降りになりましてねそんな雨の中まあ時間潰しじゃないですけどやっぱ市内中心地の繁華街なんかにね行ってまあ行かざるを得ない状況でも ありましたけどもああとそのもうその日は夜何時になるかも分からなかったしバスもなかったのかなさすがに体力的にもきついし次の日も予定なかったのでその日は新潟に泊まって次の日また夜行バスで帰る予定してたんですよ。なのでホテルのチェックインも大体3時ぐらいからですかホテルのチェックインまでも時間あるしまあ とりあえずお昼ごはんがてら市内中心地の繁華街行ってなんかねいろいろちょっと見て回ろうかなとあの街中にはもう「ピザ・オブ・デス」のロゴのパーカー T シャツのいわゆるキッズまあ年齢関係なく僕もキッズと言っておりますがそういった。 もう明らかにハイスタンダードのライブに行くヘイ・スミスのライブを楽しみにしてるというようなファンであふれ返っておりましたけどもまあみんな行くところはこう決まってくるというかいろいろ観光というか NMB の劇場なんかもちょっと見に行ったりあとバスセンターのカレーなんかが。 有名だったのでそういったところに行ってそこも結構並んでましたけどカレー食べたりとかしてですねまあ時間が来てホテルチェックインしてホテルに荷物置いて買ったグッズも置いてそのさっき言った最小限のねあのショルダーバッグ薄い薄手のショルダーバッグに着替えとタオルととかそんなのだけ入れてえ再び 時時会場とといいうことでまあ4時ぐらななのかな戻って待っているとですねどうもですねなんかおかしいなっていう感じで街順がそのアルファベットの看板があって C ブロックはこちらでお待ちくださいとかなってるわけですよね入場前に。その前が A ブロックだったりして「あれ B は?」とか思いながらなんかアルファベットバラバラでこれ何なん,なんやろと不安に思いながらですねあの寒空の中会場の外で待機を命ぜられて結構待ちましてで5時の会場から30分 入場できなくておかしいぞ C ブロックで5時の会場から30分も入れないなんてそしたらもうやっぱ周りもね「えう、ー、そ」とか落胆した声であったりため息が漏れ始めて携帯片手にやっぱみんないろいろ調べ出して「えー、マジで?」とか言ってるんですけども僕はもうめちゃくちゃそれ気になってましたけどもこうもう。 シャットダウンを意識的にしてね嘘やそんなことないと思いながら何かの間違いであってくれと思いながら一流の望みをかけて待って入場したらですねあのステージが前にあってアリーナスタンディングのブロック一番前が2ブロックあったんですけど G ブロック S ブロックその後ろが J ブロック Q ブロックとかもランダムにブロック あのアルファベット順じゃなくて本当もう何でしょう適当というかそのランダムに決められてて僕が持ってた C ブロックのチケット C ブロックはですねなんと後ろから2ブロック目という前から言うと8ブロック目というねもうほぼほぼ後ろで。 これはもうねせっかく新潟まで遠征してきてまあ自分で前の方じゃないかと勝手に C というねアルファベットから決めつけてたのが悪いんですけれどもにしてもこう落胆しましてここからではもう豆粒ぐらいにしか見えないしまあ僕はあの ちょっと話流れなりますけどもライブ行ったらね普通のライブハウスとかフェスではもうできる限り肉眼で表情が見えるとこまでは行きたいあのスクリーンのあるようなでかい会場でも極力フェスとかでも極力画面を通して見るのではなくやっぱ自分の目でライブ行ったからには見たいそれこそがライブに行ってる醍醐味だっていうのがなんか自分の中のモットー的な主義的な、まあ、願望が。 ありましてもちろんその前に行けないライブハウスとかフェス以外のこういうオールスタンディングのブロック指定となるとあのそのブロック内だけでの前に結構頑張っていくかどうかっていうことしかできないわけですがあとは運任せですけどもでも C ブロックまあまあリセールでいいチケット取れて運良かったななんて思ってたら後ろから2ブロック目だったのでそれはもう相当。 落ち込んだんですがこれはでもハイスタンダード流のこうチケット高額転売の対策なんだなと思います何もそれについてアナウンスみたいなのは特に僕が見逃してるだけかもしれないですけどなかったような思うんですよ別にね前から ABCD ってやらなあかんで誰も決めてるわけじゃないですからねただ単にこうアルファベット をランダムに並べても。ね、これはもうブロックで分かれてるわけですから。ね、あのお客さんを分けるのには問題ないということで、これはだからやっぱ a ブロックのチケットあります。とかっていうので、買った人もおったと思うんですよね。なので落胆めっちゃその僕よりも声出してえーとか言ってた人がいてたのかもしれないですけそういうのをやっぱ。今後。 ハイスターのライブは分からんぞっていうようなこのなんか一石を投じるじゃないですけどあ「あハイスターのこういうやり方ええな」っていうので他のねバンドとかもやっていくかもしれないしそのやっぱこれもチケット高額転売の対策なのかななんて思っても仕方ないなと思いながらもこうテンション上がりきらずに落ちたままですがヘイス・スミスのライブを。 迎えるることになるんですが時間がだいぶ長くなってしまいましたので本編のライブのことに関しては次回お話しいたしますのでまあねなんかやっぱり結論としてはほんま言ってよかったなっていうところに落ち着くんですが次回そういったところの ライブの話も聞いてください。よろしくお願いします。ソウコウでした。さよなら。バイバイ。